全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第9節、マリノス対シエロ。月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半13分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。山本、フェイントをかけます。陣野、止めることができない。右に叩きます。中田、ここでフェイント。ドリブルで攻め上がります。ここからどう展開するのか。中に入れた。オーバー、深川シュート、ゴール。松原、ゴールに強引に押し込みました。陣野、面白い位置からのフリーキックです。蹴った、鈴木、ファインゴール。ゴールに叩き込んだ。マリノス、とうとう同点に追いついています。前半14分、マリノス。前半開始早々、得点奪い合い、激しい試合展開になってまいりました。サパタ、チャンスになり、大江の木、体で止めに行った。サパタ、誰も止めることができません。サパタ、三浦、ゴール。前半25分、マリノス現在1点のリード。切り込んでいきます。ボールを運びます。中に入れた、ファインゴール。三浦、目が覚めるようなゴールです。一方的なペースで試合を進めました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか？そうですね、後半は攻めるしかありませんからね。とにかく早い時間に1点取ることができれば、まだチャンスはありますよ。
もう間もなく後半45分のキックオフです。同点に追いつくことができるのでしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半14分、マリノス現在のリードは2点。誰にパスを出すのか。上げた、三浦走り込んでいる、ゴール、ゴール、ゴール。オーバー。さあコーナーキックのチャンスです。選手が上がっていきます。蹴った、これが決まった。シエロ現在2点差に詰め寄って、早くもう1点が欲しいところです。後半25分、シエロ2点の差をつけられています。磯貝フェイントをかけます。磯貝、コスタ、このボールを受けました。深田はここで攻撃のリズムを変えます。コスタうまくつないだ。コスタ、磯貝、鈴木、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルで攻め上がります。後半36分、シエロ残りの時間で2点を奪うことができるのか。さあここからどん中田、岡野、これはちょっと合いません。かろうじてこのピンチを乗り切りました。ここで試合終了です。4対2、マリノス見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。守備の弱さを露呈したゲームでしたね。いくら得点をしても失点を抑えなければ勝つことはできませんよ。守備を立て直すことが課題でしょう。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第10節、シエロ対セレッソ、曇りとなっています。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。序盤戦の調子はどうですか。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。
まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今、戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦始まったところ、セレッソ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。パスを出します。村田、うまくつないだ。ドリブルで攻め上がります。フェイントをかけます。ゴール前、山橋、ゴールネットに突き刺さった。見事に決めました。前半26分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。大江の木、このボールを受けました。カウンターで一気に攻め上がる。やはりイエローカードが出されました。前半36分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。パス、中田、ショートパス、大江の木、中田、チャンスになります。直接シュート、ボールが切れていきました。悔しがっています。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦の序盤、セレッソ依然として1対0と1点のリード。強引に行くか、中を見てあげた、山橋、このタイム決めた。後半14分、セレッソ、現在得点は2対0。ハイレベルのドリブルですね。あのフェイントはちょっと止められないですよ。マルキーニョス、積極的に前に出ていきます。どうもディフェンスの甘さによって失点するケースが多いように思うんです。チャンスになります。このシュートはゴールマウスを逸れました。ゴールのわずか上。後半25分、セレッソ、現在得点は2対0。フニーニョ、パス、神田、素晴らしいコンビ、村田、フニーニョ、前に当たって跳ね返った。飯島、ややディフェンスが手薄になっていました。試合終了の笛が鳴りました。0対2、セレッソ、見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第11節、ベルマーレ対シエロ。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。試合開始早々、ベルマーレ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。時々中盤のまとまりの悪さが元でピンチを招くことがあるんですよね。気をつけてほしいですね。体が反応しています。磯貝、ここからどう展開するのか。ボールをオーバー。このボールを受けました。奈良橋必死に守ります。深川、止まらない、まだ止まらない。蹴った、オーバー。ゴールネットに突き刺さった。前半14分、シエロ1点を先制しています。岡野、コスタ、このボールを受けました。中田、ゆっくりとボールを回しています。コスタ、きれいにボールがつながります。コスタ、中田、岡野、中田、外してしまった。小島必死に守ります。松原、蹴る前にゴールを見つめます。蹴りました。そこに選手が詰める。クリア。岩本、思いっきりのいいプレーでした。アウミール、フリーキックのチャンスを得ました。直接狙った、外れてしまいました。残念。前半36分、シエロ依然として1対0と1点のリード。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ドリブルで攻め上がります。ドリブル、磯貝、松原、岩本、このボールを奪いました。ドリブルしながら周りの状況を見ます。両クラブ最後の決め手を書きました。前半の攻防はどうだったでしょう。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半12分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。夏か、これは防戦一方。松原、どんどん切り込んでいきます。これはこのシュートはキーパーの真正面。小島、堅実なプレーを見せます。後半26分、ベルマーレ、サイドに広がります。激しいプレイ、エジソン、これを外した。
後半37分、シエロ先制ゴールを決め1対0と勝利に近づいています。ここでフェイント、パス、大江の木一人で持ち込みます。パス、中田、止まらない、まだ止まらない、ミドルシュート、ボールが切れていきました。頭を抱えます。試合終了の笛が鳴りました。0対1、シエロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第12節、シエロ対グランパス。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦の序盤、グランパス、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。左に叩きます。ロングパス、浅野、さあセンタリング、どうだ、これが決まった。
中西、さあコーナーキックのチャンスです。選手が上がっていきます。蹴りました、トーレス、あーと外してしまった。飯島、なんとか守りきりました。前半14分、グランパス、1点を先制しています。やはりイエローカードが出されました。前半26分、グランパス、1点を先制しています。これはゴール、前半28分、シエロ、早くも2点のビハインド、早いうちになんとか1点を返したい。坂倉、止めた、中田、素晴らしいコンビネーション、オーバー、チャンスになります。あーと外してしまった。前半37分、シエロ、2点を追う苦しい展開となっています。浅野、倒された、中田、上げた、ボレーシュート、松原、これは痛いミスです。前半39分、グランパス、チャンスになります。中田、カットしました。一方的なペースで試合を進めました。これは大ピンチと言えるのではないでしょうか。2点の失点差は大きいですね。後半戦は思い切って攻めていかなければいけませんね。もう間もなく後半45分のキックオフです。同点に追いつくことができるのでしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半戦の序盤、グランパス、選手が上がっていきます。ショートパス、ストイコビッチ、フェイントをかけます。松原、止めることができない。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。後半13分、シエロ、2点を追っています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。大江の木、綺麗にボールがつながります。伊藤、パンチング、磯貝、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。伊藤、なんとか守りきりました。岡山、フリーキックです。ほとんどがディフェンスに回っています。蹴った、ジャンピングボレー、坂倉、これは痛いミスです。飯島、かろうじてこのピンチを乗り切りました。後半24分、シエロ、2点を追う苦しい展開となっています。飯島、倒された。時々中盤のまとまりの磯貝、蹴りました、どうだ、ゴールゲーム、シエロ、1点を返しますが、まだまだ差は大きい。後半25分、グランパス、1点リードのまま試合が進んでいます。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。ドリブル、中西、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パスを出します。トーベス、止められない、
ショートパス、上げた、トーレス、これが決まった。これは俗に言うごっつぁんゴールでした。試合終了の笛が鳴りました。1-3、グランパス見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。守備の弱さを露呈したゲームでしたね。いくら得点をしても失点を抑えなければ勝つことはできませんよ。守備を立て直すことが課題でしょう。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第13節、シエロ対アーペ。天気は雲が青空を隠しています。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半13分、シエロ選手が上がっていきます。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。磯貝、ここで攻撃のリズムを変えます。大江の木、きれいにボールがつながります。ゴール前、ミドルシュート、外れてしまいました。残念、呆然としています。前半25分、シエロ、ここからどう展開するのか。
た。イエローカードが出されました。前半25分、アーペ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。岡野、これは止めました。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半14分、アーペ。両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。磯貝、この先中澤、一気に攻め上がります。右に加藤、中澤、ここでフェイント。加藤、これは飯島、パンチングで弾いた。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0対0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さあこの延長戦で試合にピリオドを打つことができるのでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。まもなくキックオフです。さあいよいよ延長戦のスタートです。延長戦開始早々、アーペ。フィールドいっぱいに広がります。シエロ、チャンスになります。中田、このボールを受けました。山上、危ないプレーだぞ。レッドカード、次の試合には出場できません。山上、退場です。奮然とグラウンドを去ります。シエロ、サイドに広がります。松原、パス、オーバー、ここでフェイント。中島、オーバー、中澤、クリア。いい判断でした。延長戦前半終了の笛が鳴りました。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半開始直後、シエロ、サイドに広がります。大江の木、フェイントをかけます。矢野、これはかわされた。磯貝、ドリブルで攻め上がります。チャンスになります。中島、ゴールゲーム。ゴールに強引に押し込みました。 V ゴール。白熱したゲームに幕を下ろしました。ついに決着がつきました。1対0、シエロ、延長戦を V ゴールで制しています。試合を振り返っていかがでしょうか。いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第14節ガンバ対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半12分、ガンバ、ここからどう展開するのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。ここでフェイント、スクリーニャ、ヒルハウス、どうだ、誰もいません。ややディフェンスが手薄になっていました。前半26分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。コスタ、フェイント、ロングパス、磯貝、ショートパス、大江の木、フェイントをかけます。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング的に合わない部分が目立ちますよ。磯貝、タッチライン沿い、本並、パンチングで弾いた、金吉、スライディングタックル、磯貝、いった、ゴール、一瞬の隙を突いて決めました。両クラブ最後の決め手を書きました。この得点差についてどう思われますか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。さあ後半45分のスタートです。後半戦始まったところ、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。大江の木、一人で持ち込みます。森岡、止めた、松原、さあペナルティーキックです。蹴りました、これはどうだ、中島、ゴール、ゴールに強引に押し込みました。後半36分、シエロ、ここからどう展開するのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。安定した守備をする選手が揃っていますよね。簡単に得点は許しませんよ。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。スクリーニャ、無念の退場、すごすごとグラウンドから出ていきます。試合終了の笛が鳴りました。0対2、シエロ、見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第15節、ジェフ対シエロ。あいにくの雨となりました今日の試合。このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半14分、ジェフ、ここからどう展開するのか。パス、マスロバル、うまくつないだ、ロングパス、針の穴を通すかのような正確なパスですね。後藤、ゴール前激しいプレイ、ルーファー、決まった。イージナ、プレイに焦りが感じられます。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半戦始まったところ、シエロ1点を追うゲーム展開です。ここでフェイント、ショートパス。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。山本、素晴らしいコンビネーション。コスタ、強引に行くか。右サイド、中島、タッチライン沿い。下川、パンチングで弾いた。中西、豪快なスライディング。ここでボールを外に出しました。ここで試合終了です。1対ゼロ、ジェフ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。